みくみんです。今日はなんと革作りの革小物のワークショップに参加しています。私はまだね、子供がランドセル使ってるんで、今日はランドセルにリメイクなんですけど、ランドセル、こちらの方ランドセルを使っていろいろ作ってらっしゃるんですけど、私はまだね、ランドセル使ってるので、ハサミ、この前これ素材博覧会でね買ったお気に入りのハサミ、これを入れるケースが欲しくて、ちょっとねデザイン考えて作っています。まだ作ってる途中です。でもここまでできました。かわいいでしょう。また周りを縫って完成ですけど、もうちょっとしたら完成なので、完成したらまた載せます。